どうもこんばんは。えー、久しぶりに、久しぶりでもないか。あの、インスタのライブをね、えー、ゴールデンウィークは、ごきげんよう。そうだ、もう、ほんとごきげんようから始めましょう。そう、ごきげんよう。えー、ボイシーだとか、ブログだとか、いろいろ皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。ちょっとですね、鹿児島の、 あ、ふ、ふみんさん、どうも、こんばんは、ありがとうございます。そう、鹿児島の、ここ、鹿児島からお届けしております。あい、いし、いさん、どうも、ありがとうございます。嬉しいです、石井さん。えー、鹿児島からお伝えしているということで、えー、インスタライブでは、鹿児島弁でお話を、弁でっていうか、鹿児島のね、この、イントネーションでお話を、 させてていいたただきたいなと思っておりますあワンオペ中でクタクタですってねえコメント頂い,いておりますよまあなんかさ頑張りすぎるとさあの良くないからねもう本当にあのなんだろうできた彦でいいのできただけでねメガネのフォルムとイヤリングのフォルムがちょっとそらくもうこのお時間でしょうもうだからちょっとですねあの もう,あおもうちょっとね、もう本当失礼かもしれないんですけどすあの、すっぴんのパンチでございまして、でもこの年になるとほらね,あのね、寝不足をね、隠しきれないなということで、ここにね、ベアーがね、ベアーがいたりするんクマさんを飼ってたりするんですよプ、プーさんと言おうかな、これからね、クマのことをね、プーさんがいてくれたりするから、プーさんをどうやって隠そうかなと思って、はい、このグラッシー映像ですね、えー、オンしまして。 もう使い慣れないような、この英語をね、話してどうするかって感じですけど、ワンオペでくたくたですってね、コメントがあったから、もう私ね、ちょっともう一言には思えない。ね、で、ほら、ゴールデンウィーク明け。なんだろう、あ10日ぶりの晩酌中です。よかった、よかった。ね。あの、そうやってね、ゆっくりする時間大事だから。で、そのね、ゆっくりする時間に、こうね、お供をさせてもらえれば、テゲテゲが一番よかよね。 そうなのよひまわりさんどうもこんばんはマダムに泰代みたいですか <laughs> どんな格好じゃって感じでだけれどももうその辺りはねちょっともうご容赦くださいよでほらゴールデンウィーク明け皆さんどうお過ごしでしたゴールデンウィーク明けでちょっとほらなんかお仕事もあって通常運行があってこ子供たちもほら含めてさ通常通りになってなんだろうふうっていう時にちょっとね ビタミン注射じゃないけれども元,あの元気もりもりということでちょっとねお届けできればなと思うんだけれどもさっきほら見えた見えたなんかねふた双子さんのワンオペくうわくたくただってちょっとさもうさてんやわんやでしょだってせーのどんでバーっていっちゃうでしょ。 あ、ヘルクスさんどうも、ジュックーちゃんどうもこんばんは、ありがとうございます。そう、そうだ、ジュックーさん。あれ、忘れないでくださいよ。うん、あの時ほんと助けてもらいました、ありがとうございました。育児相談したものですって。ワッコエイトさん、あ、なんかの、そんな風に言ってもらうってことは、その時はちょっとね、あの、なんだろう、心が、休まったのかしら。よかった、よかった。もうね、頑張りすぎちゃいかんし、 ほらあのやっぱりさ自分の気持ちが整わないと人に笑顔もできなかったりするだろうし人に優しくもなれなかったりするだろうし、ね、いっぱいいっぱいになってしまったらなんて言うんだろうねえ 自分もほら自己嫌悪になったりとか苦しかったりするでしょ「熟空さんの晩ご飯楽しみ」ってきましたよ明日「元気もりもり学校」なんで YouTube の方で「元気もりもり学校」というものをね今あの毎週というかあのね今各週になってるんですけど YouTube で「元気もりもり学校」っていうあのさせてもらってるんですでみん,なみ,んなみんなでテーマについていろいろ語り合うっていう。 ことをやってるんですけどそうだテーマですよテーマをねぜひねあの皆さんこういったテーマで話を展開するといろいろあの話題を聞けてた助かるなぁとかあったらまたぜひね教えていただけますと私もちょっとねテーマに掲げて皆さんと一緒にお話をさせてもらえればなと思っておりますこんばんはどうもありがとうございますそうなんかでもあれですよねあの。 は、ね、や、休みだと時間繰りがなかなかね、あの、自由に聞いたりするから、そこまで、そこまでこう、清いすることもないかもしれないけれども、元気もりもり学校を見るからね、ぜひ見てください。もう待ってますからね。えぇシュンペコさん、アナウンサー時代からのファンです。わおいつも元気いただいております。ありがとうございますあの、一応、一応、今もアナウンサーさせてもらってる。<laughs> <laughs> あんまりねあんまり「えそうなの?」って言われたりもしますけど「いやあこんばんはありがとうございます」そうでだから皆さんね、あのー、あんまり頑張りすぎずにそして、あのー、適度に休みをしながらでやっぱりこの何て言うんでしょうなかなか育児中っていうのもそのね母の日もそうですけどなんだろうお母さんの仕事ってすっごい。 まあ終わりもないし、何を、な、何からどこからどこまでっていうね、タイムスケジュールもあるわけでもないし、なんていうのかな。今は褒めや。<laughs> そうあの桑俣理恵さんがねそう桑俣理恵さんと一緒にねお話をさせてもらった時に「安代さんほあの褒めやみたいやん」っつって言ってもらって「であの褒めやってなんかね「康代さん褒めるじゃん」っつって言ってくれたんですけど褒めてるってか、ね、事実をそのままお伝えしたっていうだけの話なんですけどねまあそんなふうに言ってもらってであのなんだろうボイシーでもね褒めかつってやらせてもらってるんでボイシーもぜひ遊びに来てもらえればと思うんですけどはい。 なんで、あの、なんて言うんですか。あの、ご結婚前の曲穴時代ってことでさ、いや、全然ノープロブレムですよ。はいはい。ありがとうございます。もう、知っててくださるだけで嬉しい。自分ファーストが家族にとって、あー、あやちゃんだ、どうも、こんばんは。嬉しい嬉しい。嬉しいね。ちょっと公師混同になってるけど、自分ファーストが家族にとって有効だよね。それ。でもさ、なかなかさ、 どうなんだろうこれ、私だけじゃないと思う。あのー、いろいろさ、こう、こうあるべきっていう呪縛にさ、苦しんだりとか悩んだりとか。で、あこうしなきゃいけないのに、って。で、誰も決めてるわけじゃないのよ。で、誰も、なんだろう、うこうしてくれなんて期待をしてるわけでもないの。自分にね。 だけど、こうしなきゃーなんて思ってさ、どん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 自分に拍車がかかって、いっぱいいっぱいになって、で、結局、イライラしなくてもいいところでイライラしたりするよね。うん。で、自己嫌悪になって、で、当たってしまったりとか、で、無念仕方がないよね。だって人間だものっていうところもあるけれども、ただね、そことね、あのバランスを取りながら、ねえ、ほんとよ。ねえ、だから、だから、 これね何がいいんだろうかもしねパパさんがパパさんとか見てくださったらまあでもパパさんだけでもなくてもまママ同士でも何だろうやっぱ分かってもらうって一番よねうんよくやるねとかありがとうねとかすごいよねとかあああ若さ,さんその子がもうすぐ3歳になります。 本当やすい大好きで話を聞いてもらえただけでありがたかったです。大きくなりました。そんな言ってもらってありがとうございます。嬉しい。でも大きくなって3歳。まあでも3歳もね、あのね、これからいろいろ冒険が始まるし、子育て冒険も始まるし、いろいろね。ね初めて初めて尽くしで、子供たちも初めてで目が乱乱するでしょ。で、えっと、あの、大人側も、お母ちゃん側も初めてのことで、ね、ええー、って戸惑ってしまったりもするかもしれないけれども、 まあでもね、結局ね本当、なんだろう,う、うん、す過ぎてしまえば全ていい思い出だし一つやっぱりねあの過ぎてみて思うのは「あああの時よかったな」って絶対思う日が来るし「あの時もっと一緒にいればよかったな」って思う,思うような何だろうな。 その時を過ごしたくないというか、やっぱね、期間限定だから、その時はその時ですごい楽しむのがすごい大事だろうなって、すごく思う。本当に。はい。はい。舞さん、部活役員の仕事が忙しい。元気ください。元気。は元気、元気、元気、マリマリ。イエス。部活役員、お見事様です。素晴らしいね、部活役員。いや、あの、部活動の役員さんも、あの、 お世話になっている方々もね、たくさんいらっしゃって、本当にありがとうございます。この場をお借りしてって、まあ、ここにね、関係者がいらっしゃるわけでもないんですけど、あのー、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。えー、安代さんでもイライラすることあるんだ。ありますよ、そんなの。あの、イライラしない人っていうのは、もう、里を開いた人じゃないですかね。って思う。だって人間だもん。で、イライラするっていうよりは、どっちかというと、うん。 うん。うん。うん。っていうね、こうね、飲み込むのに必死という感じですけど。ね。はい。今更ですが、アマゾンプライムで家族み見てくれた白紙の演技見てくれた普段の野修さんのイメージ。違った役どころでしたけど、そういう人いるって感じですごく良かった。嬉しい。もうね、かわ、あのあ、あれ見ながらイライラしてくれました。イライラしたら私は、 ちゃんと演技力偏差値50ってことですよ。演技力って自分で言うかって話ですけど、素人が何言ってるんだって感じですけどね。あ待って待って今大丈夫でした鹿児島でした大丈夫でしたよね大丈夫だったかなそう。だから、本当にね、あのー、元気くださいって言ってくださいましたけど、役員活動もね、本当にね、いろいろあるし、で、あのー、私もね、今、今年2つあるんですよ。はい。ありがとうございます今年度 今年度、えー、保健部役員をさせていただくことになりました。岡本と申します。よろしくお願いします。そして、本年度、もう一つは、総務部をさせていただくことになりました。ありがとうございます。お世話になります。ということで、あの、今年は二役です。二つでした。多い時は三つ。 でも、この三つもね、あの、まあ、まあ、公演会の時もね、ちらっとお話をさせてもらったりもするんですけど、あ、ブログをね、読んでくださってる方はね、結構、ああ、わかるわかるって、それね、それねって思われる方もね、あの、多いかと思うんですけど、あの、三つの時はね、もうね、超、超お勤めたりさせてもらった時もあったんで、もうそこを比べればですね、もう、HAPPY、ハッピーですよ。もう、全部、こう、なんかこう、スムーズですよ。SOO。O o MTH でですすかスムースですよ、はい、でこの前保健部の役員部会があったんですよで私は文化部よろしくねありがとう文化部ほんとよ文化部あのやっぱりやっぱりさ初めて何ですか今まで今まではねあ,のあれだったんです、えー、生活指導部とか広報部とか結構広報部をやることが あったんですけどであの広報部をや,るやったりとかそういったねところがあったんですけど初めてだったんですよ。あ,のあれなんだっけで保健部をでやったのが初めてで,で初めての部会があってでその何て言うんだろう初めての部会でこう議題がね保険って言ったらあのか子供たちの学校のね子供たちがその。 家庭内でより健全により健やかに生活できるためにはどのような投げかけをしていくべきなのかみたいなことを話し合うわけですよ。でアンケートとかをねあの作成してどのようなことが問いかけるとそれをきっかけに話すなんかこう家庭内の例えばそのメディアとの付き合い方とかね <laughs> ほらメディアねどうですかこのインターネットねこういった SNS との付き合い方。 あのちょうど我々の学校であのなんだろう議題に上がったのが SNS の, SN S の最近女の子はインスタグラムだってもう LINE じゃないんだってあそうなのと思って LINE じゃなくあのー、なんだろうな、えっと、イ,ンスタインスタでやり取りして、えー、メッセンジャーみたいなメッセンジャーって言ったらフェイスブックかなんかそういうねものをされるらしいんですよ。 でそのあの、はい、あ私も今日は PTA 曽我ですあサクサクだったんだいや潮ちゃんうわおうわおすてきマうれしい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 いやありがとうございます嬉しい元気ですかあのあの今役員の話をしてたんですよ私もねちょうど役員を始めましたっていうことで、はい、だったんですそういう話をねで保健部でいろいろ勉強になってるっていう話をねさせてもらってであのー そのね、メディアの付き合い方だとかあと食事のあのそう食事のあり方だとかそういうことをねいろいろ考えてあのねそのメディア ね、インスタのそう DM の、DM でもやり取りしてるからとか、あともね、携帯の画面ロックがガチガチだとかね、そういうね、親子のね、やり取りをどう、どうやってこうバランスを取っていくかとか、ゲームをしたら話さないとか、まあそういう付き合い方ですよ。その付き合い方も保健部が受けたまわってるっていうことで、その部です。はい。で、あの、食事のことも、食事のことも、なんかこう、一人で食べることが多いとか、塾、塾のね、合間にも、車の中で済ますことも多くなってきたとか、そういう現実と、どう向き合って、 っていくかどのように家庭でね考えていくかっていう「おこんばんは梅ちゃんどうも梅ちゃん梅ちゃん」そうことをね考えてますっていうことをいろいろな話をねしててでその中でやっぱりそういうのを考えてくださる保健部の方、ま、役員の方々がいらっしゃるからこそこうやってね回っていくんだなと思ってあ弁当作りお子さんたちに生きる力がついて家族の一員としての居場所があるのはいいですねいやーすごいなこの。 かうわちょっと勉強になりますよ、このコメントは。ちょっと、なるほど。そう。あの、あの、ここで何があって、そのね、家族の居場所があるっていうことよ。これ、この言葉ってすごいですね、重みがあるというか。やっぱり居場所って大事ですよね。 でそのね今ちょうど弁当番長の話になったので弁当番長の話をさせてもらうと確かにそうなんですよあのうちの末っ子のまるが弁当番長今年春から始まってんですね始まったんですねでこれはまるの悲願だったんですよもうあのずーっともう2年ぐらい前から「早く弁当を作りたいな早く弁当を作りたいな」ってずっと言ってて。 で、弁当を作るために早く中学生になりたいっつって「で、えっ?」っつってで、それはなぜかというとあのお兄ちゃんお姉ちゃんたちが「今週のテーマ何系ー?」なんて言いながら「で、あ今日今週はニラか何作る?」とか言って,てこう料理本を見ながらいろいろ話し合いをするわけですよ。そこにやはり一員でね加わっていろいろ「やい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 」って「やいやい」っていうのもおかしいけどそうやってね話をしたいっていうのがねやっぱりねうん。 やっぱり一番のモチベーションだったのかなって思ってて思だから居場所って大事ねああ学校でも居場所って本当に大事だから居場所を、まあ、家族それぞれねだからそうですよ母ちゃんもそうだし母ちゃんも自分の居場所をそうだし家族もそうあのお父ちゃんもそうだし兄弟もそうだしうん仕事もそうで,で居場所を感じることができるとなんかね になりますし、ね、でああ役に立ててるんだろうなっていう実感も出てくるしだからそれは一つの,その家族の形であってその弁当だったりとかあとお手伝いとかねなんかそういったいろんな形で居場所を確認するというかね、はい今日の今日のなんだろうね日直さんはってだから学校の中でも日直がみんなにみんなにこう持ち回るっていうのも一つの居場所ですもんね。そそうううだからそういうこともあ で,ですよあ,あ,ありがとうございますあ嬉しいなこんなね夜夜分遅くに明日明日そう明日ぜひ元気もりもり学校なんでぜひですねあの YouTube の方に午後9時から来ていただけると嬉しいです遊びに来てくださいはい。なんですよ。 で皆さんと一緒にちょっとお話ができればなぁと思いながらそして今日はあの何て言うんでしょうその,、まあ、そのね YouTube もあるんですよっていうのも皆さんにちょっと共有したかったのと同時にあのいろいろインスタグラムでもコメント欄をね見ていただいてあコメント欄をあのあ明日に備えて寝ます寝てくださいそうです私もそろそろ寝ないとということで本当ですよもっとあのクマが増えてしまうそうなのでで うん。そうね。11、十一時あ、11時だとあと2分か。ちょっと待って、11時5分。11時5分までにしようかな。11時5分までに、ちょっと5分までお付き合いいただけると嬉しいです。で、おつそんな寝かせないよみたいになってる。いや、寝てくださいね。12時寝てください。そんなので、そうなので、また明日ね、お付き合いいただけると嬉しいんですけど。なので、学校でもね、居場所もそうだし、そっぷさん、熊がね。なのでですね。まあ、ぜひ、あのー、なんだろう。うん。 いろいろ自分の場所を確かめることも大切だしそのためにもいろいろこう発言をするっていうのも大切だなと思って家族の中でもさ喋るの面倒くさいとかじゃなくて声をかけるのどうこうっていうんじゃなくてさいろいろ話をしていろいろこうその感情の確認をして表情を見てあ昨日より元気だねとか。 いいじゃんとかねなんかそんなちょっとした一言をね掛き合うって大事だなぁと思って改めてだってちょっと考えてくださいよもう私もねこんななんかこうやってお話をさせていただいてこうやって見てくださるもう,もう本当にこうでコメント書いてもらったりとかチャットでこうやってね書いてくれたりするともう本当に嬉しいし「いいね」ボタンを押してくださる一つにしてもめっちゃ嬉しいしもうボイシーとかでもね「いい,い,いね」したりとか。 あのしてくださったりとかコメントくださったりとかもうそれだけでもねもう本当に嬉しいしだからですよリアルだったらなおさらだよなと思ってあ鹿児島じゃなくなってきてる気がするもうリアルだったらなおさらなのでなのでぜひ声を掛け合いたいなってうん。 だからなるべくね、元気もりもり学校も逃すことなく生徒の皆さんって言ってるんですけど、出席をしてくれた人は生徒の皆さんって言ってるんですけど、生徒の皆さんのね、余すことなくこう、なんかこう、名前をよお呼びしたいし、え、鹿児島弁が新鮮で癒されてます。ああ <laughs>、メガネも大きいですね。そうなんですよ。ベアが大きいからね。ベアが大きいからもう、ほんとに。ということで、なので、あの、ぜひ、元気もりもり学校はね、ほんとね、めっちゃ、 空気がいいんですよ。もう生徒の皆さんがね、授業を作ってくれてるようなもんなので。はい。ぜひ、また、もり,り元気盛り上がって、お話できればなと思っております。はい。いやー、でも、夜分遅くにこんなお付き合いいただきまして、ありがとうございました。で、今日、あの、ボイシーでね、お話もさせていただきましたが、あの、ボイシーでね、あの、今日ね、あ、ボイシーって音声メディアをやってるんですよ。ねい話し合うほんと大事。明日は森米学校、発送校。 え、本当に初投稿あ、嬉しい。そう。テーマは明日発表ですかってなるでしょう。テーマね、どうしようと思っているの。だから、またなんかね、案があったらぜひください。あの、明日は何の日ってことでね、いろいろ調べたの。調べたらさ、調べたらさ、ですって。もう大変し、5月13日は何の日だと思います。虎の日。 えー、虎の日虎の日を展開してどうしようと思って。あの、カクテルの日。いやーどうしよう私、ちょっとお酒得意な方でもないしと思って。なんで、メイ、ね、メイストーム、メイストームデーっていうね。はい。いろいろなんか、なんだっていう、ね、ちょっとあまりピンとこないんだけども、そういったね、話があったりするんですよ。どういう話ちょうど別れ話を聞いて出すには最適の日らしいですよ、明日。ほんと バレンタインデーから88日目で、ちょうど別れ話を切り出すには最適ない。ということで、どうしようかな。明日は、あの、お別れしたい、ほにゃほら、ほにゃほにゃって、ほにゃららにしましょうか。自分のなんか、お別れしたいなんとかとか。へえーらしいです。ということで、今ちょっとね、何を見て、今日は何の日っていうなんかサイトがあって、それを読んでるっていう感じなんですけど。うん。まあ、だからね、明日そういうことで。 そう、そう、13日の金曜日、それも私も思った、思ったんですけど、なんか、いい、いいことじゃなさそうな、いいことが思い浮かばなかったから、なんかせっかくならね、なんか、ちょっとなんか、<laughs> ジェイソンがいいな、<laughs> ジェイソンがいいっていう、ね。あ カゴマ弁で元気もらったがよ。ヤシュルさんありがとう。こちらこそありがとう。ヤシュルさんのトークで元気が出ました。明日から息子二人の勉強弁当作り頑張ってね。頑張ってくださいね。応援してます。えー、23時5分で、あの、バイバイということで、さあおやすみなさいということで、あと3分。えー、もうもうでも各自おやすみくださいね。えー、各自おやすみくださいね。はい。なので、じゃあ明日はそんな感じでね、9時30分にお会いできればなと思いますので。 まずはでも元気で、笑顔と真顔の間の表情で声かけてください。元気ですかもうそろそろ寝る時間ですよ。もう良い子は寝る時間。ええ。で、良い子じゃない子も寝た方がいいと思う。良い子じゃない子なんてね、この世にはいないの。みんないい子。みんな可能性に満ち満ちている。それをね、 生かすも生かさぬも周りの環境だとも思うしそういったうんーみんないい子でその背中を押していくのも私たち大人の仕事だったりすると思う仲間を大事にそして家族を大事に地域を大事にみんなで助け合いながらそして自分の心に蓋をせずにえ笑顔の真顔の愛だよね精一杯自分らしく 生ききていきましょうよそのためには、まずは自分が自分を愛すること。えそこに尽きると思う。明日のその時間は娘の塾のお迎え。じゃあ、耳で。<laughs> なんだそれ <laughs>。ということでですね、まあそろそろお時間ということで、笑顔と真顔の狭間このあたりでよろしいでしょうか。えー、夜はね、楽しまなきゃ。明日頑張れば休みだからね。ほんとそう。 ということでですね、皆さん、今日も駆け抜けた皆さん多いかと思います。お疲れ様とは言いませんよ。大変お見事様でございました。はい。これはいつもボイしいでお話をさせていただいているところです。やすよちゃん、今日も素敵。大好きです。ありがとう。私もそのままの言葉をそのままお返しさせていただきたいと思います。いよいよ、切りましたね。 8秒、7秒となりました。本当に。お付き合いいただきましてありがとうございました。笑顔と真顔の間。それを明日の手間にしよう。真、ま、顔、あ。ということで、おやすみなさい。23時5分でございます。明日は YouTube、元気もりもり学校です。今週末、ええええ、ゴールデンウィーク疲れたあなた。ぜひ、元気もりもり学校で元気になりましょう。おやすみなさい。最後に、笑顔と真顔の狭間で行きましょう。 それでは、おやすみなさい。